どうも斉藤紳士です。さあ今日はですね、偉人をアホにしようということでね、偉人の名言に一言添えて、偉人をアホにしたいと思います。まずはこちらですね。天才とはこれ、トーマス・エジソンですね、の名言ですね。天才とは 1% のひらめきと 99% の努力である。聞いたことありますね。これに一言添えてアホにしたいと思います。天才とは 1% のひらめきと 99% の努力である。そのうち 70% は水分である。アホですね。体のことを言ってるんですね。続いてこちらですね。天才は忘れた頃にやってくる。これ寺田虎彦のね、です。天才は忘れた頃にやってくる。俺そんなん言うたっけ。もうじき来ますよね。本人忘れてますからね、言ったことを。続いてこちらです。天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らず。これ福沢諭吉の名言ですね。はい。天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らず、ただ人が人を作るときは上に乗ったり下に回ったりするのである。アホですね。何言うとんねん。続いてこちらですね。織田信長の名言ですね。絶対は絶対にない。絶対にない。アホですね。絶対ないんちゃうんかい。続いてこちらです。新渡戸稲造の名言です。青春時代に描いた夢や理想とはかけ離れた生活をしながらも、自分を磨こうという気持ちすら忘れ、そのぬるま湯の心地よさにいつしか慣れて、満足に本も読まず堕落した生活を送るようになっていくのである。まあ言うてますけどね。もう言うてて自分でもあんまようわからなくなってきたんでしょうね、多分。名言にしては長すぎる。キレが悪いですからね。続いての名言こちらですね。ガガーリンの、ね、地球は青かった、これを一瞬でアホにしたいと思います。地球は青かった。やっぱりローソンとかが多いからかな。アホですね。あの青さをローソンや思ってますね。ゲオとかもあるからかな。アホや。板垣大輔のね、名言です。板垣シストも自由は死せずね、これを一瞬でアホにしたいと思います。板垣シストも自由は施設のコーナー。アホやな。はい、というわけでね、名言に一言添えてアホにしました。皆さんも暇な時ぜひやってみてください。どうもありがとうございました。